大学入学共通テストが今日から全国一斉に始まっています。受験生たちは不安と志を胸に試験に挑みました。静岡市の試験会場に来ています。雨が降り続く中、緊張した様子の受験生たちが続々と会場へと入っていきます。3年間の努力が無駄にならないように、とにかく諦めず精一杯頑張りたいです。会社の経営者になりたいという夢があるので、経営学部のある大学に行けたらいいなと思ってます。県内では今年、前の年より341人少ない1万4880人が志願しています。1日目の今日は地理歴史公民、国語、外国語の試験が、2日目の明日は理科と数学の試験が実施されます。新型コロナの感染などで受験できなかった人の追試験は28日と29日に行われます。